人狼の方は紙なしね。じゃあヒカルさんからお大好きな飲み物お願いします。はい、はい、来ますね。好きな飲み物なんですけど、基本的にお茶系が好きで、一番好きなのは紅茶です。ストレートでしか飲まないですね。はい、スターバックスに行ってもお茶を飲んでいます。以上です。はい、私は最近水が一番好きですね。今まで結構味が濃いものが好きで水嫌いだったんですけど、逆に味が濃いものを飲んでると水ってめちゃくちゃいいんですよね。絶対飲みたくなるし、あと体にめちゃくちゃいい気がしてるんで水をよく飲みます。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい、たくま、これ最終色。俺がすごく好きなのはホットミルク。ホットミルクってすごく体にもいいし、あと寝る前に飲むとすごく寝つき良くなるんだよね。だからよく俺たくまさんの配信見ながらホットミルク、ね、飲んで寝てるね。以上です。私が一番好きな飲み物は、ワインです。イエーイみたいな。なんでかっていうと、ワインっていうのは、いろんな料理を美味しく食べれますね。いろんな料理も美味しく食べれる。それってもう最高じゃないですか。ワイン嫌いな人もたまにいるけど、ワインっていうのはめちゃくちゃ美味しいんですよ。ぜひ皆さん飲んでくださーいって感じです。はい、お疲れ様です。たくまさん力誰かできない乗れない。やった。はい、自分はね、コーヒーだね。コーヒーが好きで、やっぱりチョコレートと合うから、コーヒー飲むときはちょっとチョコレートも一緒に食べるかな。ただね、毎日飲むとちょっと眠れなくなるから、まあちょっと毎日は飲んでない感じですね。以上です。はい、私の好きな飲み物は4番さんと同じくお水ですね。お水を持ち歩いてるくらいです。で、どっか行って入っても飲み物頼まないで、すいませんお水くださいって言います。で、4番さんがちょっとそのお水最近飲んでるって言ったんだけど、なんかいやいや飲んでる感がちょっと伝わってきたので黒目に見えました。あとたくまさんもは、あ、いいや、うん、そんな感じです。以上です。はい、2週目お願いします。はい、そうですね、お話聞いた感じは2番さんが今のところ個人的には最白ですね。なんか4番さんが水って言ってて、そこに水かぶせることもないのかなと思ってます。5番さんはホットミルクに砂糖を入れるかどうか教えてください。以上です。はい、今一番白いなって思ったのは6番さんですね。私もお酒好きなので、まあワインはちょっと私お酒ワインであんま飲めないんですけど、ワインね、好きな人めっちゃ好きだからわかります。どれぐらい飲まれるんでしょうか。一番黒いと思ってるのは5番さん。私牛乳ダメで、牛乳って赤ちゃんが飲むものなんですよ。で、5番さんって赤ちゃんじゃないんで破綻してますね。これむずいな。俺は怪しんでんのはまず2番さんと4番さんね。2番さんに関しては水瓶像がすごく黒かったのよ。やっぱりあそこ水瓶状することによって、
はい、2番さんって4番さんの票もらえるよね。だからそこが狼要素。4番さんに関してはお酒飲めないって言ってるのに、6番さんのワインが好きっていうあのステンハッタンが黒かったね。俺3番さんでもね白いと思ったのよ。3番さんって2番さんの白浮きちょっと気になったけど、3が狼だったらあの誰かに聞こうとしたステンが狼探そうとしてる感じだね。あとその3番さん言われたものを言っておくと、俺はストレートホットね。以上です。ストレートはい、じゃあ言っていいですか。もう私はもう5番さんの偽たくまさんを釣りをしますね。ホットミルクが好きなんてやつじゃないですなんでかって、じゃあ発表します。たくまさん、なんでかってね、この人は3日でピザポテトをね3袋アンドビッグサイズも食べてるんですよいいやりじゃない、ヨーグルトじゃないそう、私はねリアルで知っております。聞きました。だからもうカットインどうですか、たくまさん。はい、終わったら座ってね。はい、ちょっと待ったいや、カットインないよ、これ人狼殺人だよ。だって言ってたもん、毎日ね、これね、みなしんさんとかおみーちゃんにも聞いてください。 CM 発散、私は嘘ついてないんですよ。行きますか、たくまさん。いや、まあメタありで行こうか、今回は。はい、はい、終わったら座ってくださいね、終わりえ、カットインなしですか。6番さん、終わったら座ってください。カットインなしですか。カットインなしで、あ、なしだそうです。残念ですね、偽たくまさん。はい、現状今一番白いのは6番さんから猛烈に5番さん釣りをして、5番さん人狼じゃない時って6番さん疑われちゃうのと、あとワインなんとなく好きそうだなっていうのがあるから、6番さん一番白浮きで、黒いとこは正直俺5番さんあんまり、まあそうだな、ミルクさすがにおっさんがミルク飲まんやろおっさん確かに確かに5最高かなとは思うけど、時点で白いのが3番さんかな。うん、お茶は自分もやっぱ好きだから6、3、白い、2、5が、あ、2、4フラット、うん、ミルク最高だね、やっぱり遅い、遅いミルク最高だねって、最後に、あ、なるほど。はい、2番さんどうぞはい、2番さんどうぞ。あ、2番、私でした。私がお水の好きな熱意を伝えると、いつもというか常にもう届くところにお水が置いてあります。で、持ち歩いてます、家の中でも。で、カバンにも必ずペットボトルにお水を凍らしたものを入れて持ち歩いてます。そうですね、何が、そう、4番さん来るって言ってたんですけど、確かにホットミルク、あの5番さんのホットミルクにストレートホットミルクはちょっとなんかただのあったかい牛乳ってことでしょ。だからそれはなんか、あ、もう変じゃないですね。いや、でもそう、やっぱワイン分かんないくなっちゃったので、今日はじゃあ安定のたくまさんぶりであ、終わりか。じゃあちょっと待ってね、ミンさん戻ってきて。ミンさん。はい。じゃあ、暇よな、そらな。ミンさん、投票まとめてください。皆さん、じゃあ、チャット欄開いて、数字を入力。ごめんなさい、チャット欄って何？まだ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 。ごめんなさい。3210で打って、ね。変えます。チャット欄って何？この村？あの R を押してチャット欄に数字を入力したら決定を押すの待ってね。あー、たくまさんありがとうございます。じゃあみんないいかな悪い人まだボイスで言って大丈夫です。
大丈夫です。はい、じゃあ3、2、1、0。ごめん、ヤクマさん許して。みんなしかも5だし。はい、じゃあヤクマさんごめん。ニセタクさん遺言どうぞ。信じてください、私は決して悪人ではありません。ああ、ここ俺それないよ。ああ、狼しよう。狼？狼なの？狼？狼しよう。初日釣れたや。早かったな。あっさり終わったね。狼？嘘やろ？人の名前終わった。ほら、マリンさんがやべえじゃん、速攻当てたよ。メタが入ってたけど。人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。